韓国空軍は戦闘機から新型のミサイルを発射する実験を行いました。北朝鮮に攻撃の兆候が見えた場合、先制攻撃に使うことを想定しています。韓国空軍は北朝鮮の核実験や ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射を受けて、長距離空対地誘導ミサイルタウルスの発射実験を初めて実施し、成功したと明らかにしました。 F-15 戦闘機から発射されたタウルスはおよそ400キロ飛び、設定された目標地点に命中したとしています。タウルスは最大射程が500キロで、北朝鮮のレーダー網に探知されず、目標の3メートル以内に正確に打撃できるということです。北朝鮮に攻撃の兆候が見えた場合、先制攻撃に使うことを想定していて、早期の実戦配備を進めます。